そうだから販売がないから、その CD も販売がないから、あ、配信しております。ああ、あれ、あ、ありがとうございます。もし動いちゃうようだったら、これ重たいから、ありがとうございます。よいしょ。なんかすごいそう、シアターくじ直筆サイン入りトートバッグです。うん、よいしょ、こんばんは。そう、サインしたやつ。当日券ないんだね。そう、今回なくて、なんでなんだろう。やればいいよね。そう、別にやればいい。でも多分ツーショットの振り替えとかで、うん、もう増やせないのかなって思っちゃった、時間的に。ガチャガチャのみとスパナチャン来ましたって。ありがとう。あ、でもアクスタもあってね。アクスタちょっと気になる、普通に。こうすれば帰りもするわ、はい。どうですか？あ、なすごい。ちょっと。まあ、すごい、みんな力を入れるにはちょっと、あ、無理だった。いや別に。襟足だけ映ってる今。あ、いたいた。そう、刀剣がね、そうないんですよ。こんにちは。こんにちは。そう、おしゃべり会の会場からお届けしております。お届け。ご飯屋さんに来てるんだけど、周りのお客さんみんなショールーム開いてる。全員ファンなんだ。仲間だね。仲間。いつもさ、ここ来るときにさ、その、うん、なんていうの、車両でそのまま入ってくるから。なんか、わかんないのよ。わかんない。え、歩いてきてるわけじゃないから。わかる。なんか。でも周り何もないんだって。なんかさ、似てる建物ばっかりじゃない？それは多分同じその流通センターの、あ、その外じゃないのか、その中にいるの。そう、でなんか最寄りの駅もさ、これ最寄りが何駅かもわかんない。ここ、うん、行ったことないから。何区？市？わかんない。空か、確かにわかんないよね。めっちゃ離れみたいなイメージ。そうなの。空島、周り何もありませんだって。そうなんだ。流通センター駅だって。あ、長っ。流通センター駅ね。それはみんなご飯一緒になるわ。昼食何人食べてください。逆に大田区、あ、大田区な、ご飯屋さん何があるの逆に。ラーメン、カレー、ローソン。ローソンはね、ご飯屋さんというかコンビニ。あ、そば。なんで今日キョンシーなの？わかんない。発売した時にそう決めたみたいで。え、ブゴト？あ、ブゴ、あ、ブゴトってか、次と次で、そうそう、私服に変わる。私服、そう、私服。でもなんか最近私、めっちゃゾンビ映画にハマってて。やば、なんでバイオ？バイオはもともと好きだったんだけど、うん、あのネトフリに入って、うん、そのなんかネトフリオリジナルの韓国のそのゾンビ映画がすごい充実してて、今日も朝6時に起きてずっと見てた。なんで寝てなよ。わかんない、やば。移動中とかもずっと見てて、ゾンビを朝6時に起きて見る。善悪みたいだって、懐かしい。あ、これ善悪みたい、うん、いつかの iPhone 何それ。13 13。あー、プロの。お腹空いたって、レイナさんが。わかる。うまいよ。あ、お蕎麦屋さんとか。こんにちは。こんにちは。流通センター駅。流通センター駅。え、これかわいいよね、これ。なんかこれね、封印。カレー？うん。カレーライスあるんだ。駅にカレーがあるらしい。なんかさ、バスセンターのカレーさ、トレンド入りしてたよね。あ、昨日ね、なんかケミー賞かな。あ、ケミー賞だったんだ。そう、出てたっぽくて。なるほどね。日本のトレンドになってたよ。ね、すごいよね。日本の？マジでさ、たまにたまにあるけど、めっちゃ毎回幸せな気持ちになる。センターのカレー。だってどん兵衛大量に持って帰った人誰？わかんない。まだ行ってない。持ってない。まだ私もらった。え、今日は？今日はあるの？何？私の分も
も残しといてもらいたい。どういうこと、私1個ずつしかもらってない。そうなの、うん、もらいたいよ、私も。ひのちゃんがすごい大量に持って帰ったって。勝手なイメージが一人歩きしてるよ、ひの。誰に言われたの、誰が言ったの、そんなこと。いや、私最強のそばと最強のうどん1個ずつもらうねって言って、で、そう、まだ写真撮ってないから食べてもないの。うん、そう、嘘、そんな噂が立ってんの。だ、どういうこと、ファンの人。うん、違う。誰だっけな。スタッフさん？メンバー？夢？でも広報の人もどんどんもらって。ひどい。うわあ、ひどいわ。違うよ。サーヤと一緒が。そんな。三村さんが大量に持って帰りました。見てる。まだあんじゃないの？劇場に。あるかな。あるでしょ。さすがに結構な量。最強マジうまいから。楽しみ。そう、おすすめされたのが、そう、火の大御所だからたくさん持って帰ってもおかしくない。マジ持って帰ってないから、マジ一個ずつ、その全種類1個とかじゃないから、なんかそのおすすめされたの1個ずつ持って帰った。なんかあんかけそばみたいなのもあって。そう、いろいろあって、いっぱいある。50種類あるんだって。そうなんだ、すごい。みんなキツネなってたね、そういえば。あ、そう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 、日向坂さん普段がおしゃれ。そう、おしゃれ、おしゃれ。うん、あったかくなってきた。ご飯食べました。私も食べた。すごい春っぽい、かわいいお弁当が。わかるね。結局豚しゃぶの方取っちゃった。意外間に合うの。50分だったら教えてください。今何分？ここにある 45。 あれ？次は10。うん、そうね、あったかい。今日なんかめっちゃさ、あったかいね。気温上がるみたいな、うん、20度近くなるらしい。そんなに？そう、まあなんか昨日は19度とかの予報で、今日はわかんない。でもさすがになんだかんだ16かな、今のところ予報だと。17も上がる。2時。あ、結構あったかいよ ね。風邪ひいちゃうよ、そんな。春一番らしい。あの花粉ひどいらしい。野菜が。そうなの。火の眉よりおしゃれになった。眉よりおしゃれになった。ありがとう。それはそれで複雑なコメントじゃない？ね、まあね。いのちゃん可愛いんだから。前からおしゃれでしたから。それはね、そうかな。大人で、まあでもなんかその髪切ってから、あ、そう、髪切ってからなんか印象が変わったのもある。確かに。なんかさ、なん髪切って、やっかいしょ。その似合う服とかもさ、分かってきた。あ、そう、昨日ね、なんかその懐かしい写真見てて、日の見たら全然違って、まずもうほぼ黒髪だったしさ、もう前髪ものぺーってなっててさ、髪もすっごいロングでハーフアップしてて。一番誰だか分かんなかった。あの研究生時代のなんかレッスン場で撮った写真みたいな。そんなんだっけ。なんかいろいろあるだろう。全然日野じゃなかった。あのいつもオレンジの服着てたんだけど、ピンクオレンジみたいな半袖の。あ、わかる。あれ日野のレッスン着。シソシノの時のフリーレンの時の。あ、待って、そこのピンク。そうそう、そこのピンクについてけばいいんだよ。懐かしい。あったけど、あったけど。そう、でもなんか私あんまり顔変わらないって言われるけどね、よく。あ、でもあんまり、あれだね、髪型が、ね、変わったかっていうと、そうでもない。そう、髪型で、ね、なんか変わったように。あ、そう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 、髪型、ね、みんな大人っぽくなったって。顔はあんまり、それはそう、めっちゃ変わったよね。つかまも髪型変わったし、いろいろ。私マジ変わったと思う。全部下手ね。え、全部下手ない。セミロングからロングで、バッサリショート、ボブ、ショートボブ、はいはい、ボブ、結構いろいろ全部伸ばしたり切ったりを繰り返してた。全部を取りましたね、うん、ショートを取る人なかなかいないから、ね、
あーいた、待って2人いたことな、うん、なかなかいないのに2人も隣にいたから、あ、私たちと比べてなかなかいないの話かと思ったのに、私たちのことすら忘れていないって言ったらいた、隣と隣ほぼめちゃめちゃいたって、はい、楽だねショートね、楽、髪乾かす時間がね、ま、マジで違う、全然違う、マジで違う、本当に本当に本当にその通りでございます、うん、だからあとシャンプーの減りとかさ、あオイルの減りがさ、ヘアオイルの減りが全然違うか、前はトリートメントとか1ヶ月でなくなるとかが普通なんだけど、長かったもんね、半月とかでなくなるとか、そうそうそう、ってさトリートメントどれぐらい使っちゃうの1回で何してるの、サンプッシュ、まあ、3種で余ってる4ぐらいかな、 4? からちょっと私も感覚でやってるけど、ポイントを支援するために仕事前に神社行って、卒業公演29日、え、それな卒業するんだって、近な、え、さあ最終活動日も 26? いや、2月末だから多分28か、なんか SNS とかはやる、うん、うん、26だって全然まだ実感湧かない、なんかさ、今月が28までしかないから、なんか26ってすごい早いなって感じました、わかるわかる、考えたらでもそっか、妥当か、そう最後の週末だもん、しかもさ、ちかな舞台でさ公演一緒になれなかったからさ、わかる、なんかなおさらね、なんか実感がね、めっちゃ久々に会った、まだは、ね、ヒノなんか本当に久々だよね、ニコ生の時会ってないから、お願いします、そうだ久しぶりだね、それよりも前だ、50分、ありがとう、じゃあ段階読むね、着替え何分、ツイッターやりますよ、え、ヒノはもう全然ギリまでやる、私も55まで、段階読みます、13位アザフさん、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、非常にごめんなさい、写り込みが非常に、え、なんかヒノの、ヒノのすごいちょうどいい、え、なんかすごい、ヒノのなんでこんなにちょうどいいの、ちょっとさ、見てもいい、変えないから、参考にさせてもらって、これだよ、これだけ、これだけ、これだけ、なにこれ、プリセット、プリセット、なになになに、私もそれにしたい、どうやるの、カブさん、カブさん、初めて使う、これどれ、左上、これ待って、これにしよう、これでショールームいっぱいやろう、え、すごい、だけど来てくれてありがとう、なんかちょっと口がちっちゃくて、またね、関係ない、いつからこんなになったの、結構前、半年以上前だった、半年も気づかなかった、え、このさ、エフェクトのプリセット、あ、全然気づかなかった、してない、ひなちゃんの写り、ひなの写り、いらっしゃい、あ、いってら、ちょっとここからつけて、気が抜け、行ったり来たりしてるのは、飛び出した街と憧れた街、窓の景色は変わらない、舐める自分だけが変わった、大人になるっていうことは何かになれることですか、刺激もやがてなくなって当たり前のように春が来る、もう刺激で来るかな、楽しみに来ます、さっきはありがとう、ありがとう、あ、何の話してたっけ、途中ギャル来た、あ、一瞬確かに、なんかギャ一般通過ギャルがいたよ、なんだそれ、待って、めっちゃ充電なくなってく、どんどん、早いの、やっぱ配信ってさ、これも結構長い時間、長い間使ってると思うけど、配信してるとさ、どんどんさ使っちゃうの、そう、減ってくのよ、え、あ、そうなの、すごい、そう、ちょ、見逃した、うい、なんかさ、この曲も全然最近やってないやん、やってない、え、なんか私は日野と一緒に全然ステージに立ってない、この前すっごい久しぶりに立っただけ、2月5日、そう、確かに、私もでも2月5日以降は全然ステージはいっぱい立った、立った、あ、そうだね、シグナルで立ってる、シグナルとか日野もろもろいろいろ、なんかパフォーマンスはやってるけど NCT として全然立ってねえわ、そういえば、え、なんかね、しかも私のポジションとヒノのポジション的にかわかんないけど、うん、ユニット以外 の, こうあの曲であんまり交わらない、
ないわ。目を合わせたりなんか手つないだりみたいなのがない、うんうん、私多いのは春ちゃんおちゃんとことちかな並びのとこ、あー絡みが多いのは私は、あ、カホ、あ、大事、お邪魔した、イエーイイエーイイエーイ、めっちゃ久々じゃないですか、それな、やばい忘れた、忘れてはないですけど忘れちゃった、忘れられちゃったお稽古頑張ってください、頑張ってください、いや舞台大変なの、まあ落語とかもそうだと思うけど大変だよね、生の、ね、ステージのさ、稽古の仕方はやっぱさ、日向さん今稽古だもん、大変よ、ちょうど私が同じ場所だから、そう、ああポジションね、そう、うんうんうん、そうだ、ね、そうだなって思った、私カホの場所と関わることが多い、うん、あそうなんだ、私カホとみはるさん、あちゃちゃ、そこ全然絡まん、関わってないでしょ全然絡まん私が関わらせてもらってます、カホとみはるさんとえ、マジでかからないな、レッツゲットの2人組と2人乗りの自転車の2人組がまずみはるさん、みはるさん、うん、あと、ほこりの丘の聖魂がカホで、あなたの変わり合いないの2人組の歌割り、あなたの変わり合いないなんか2、3回連続カホと歌割りだから一緒なんです、うん、いやなんかそんな感じだよね、私もマックスとあと2人乗りのマックスの歌割りと優しさの歌は、優しさじゃないわ、愛は形を変えていくとか、うん、成功を込めてとかも私、ナナミじゃないかな、あー、ナナミなんだ、ナナミたち、チカナ、ナナミチカナ、ナナミチカナ、あ、二人乗りの顔を見る機会がなくて、そうだね、そうユニットでは一緒だけどさ、ことはないだね、そう確かに、本当にそこらへん、そこぐらいここら辺昨日のことを見かけてる、うん、そうだ、全然合わない、そうなんです、そういうものなのかもしれない、うん、55分それでは第3部おしゃべり会、お、決まりみたい、案内、案内です、そろそろ終えようかね、そうだね、私ね、この後バッて出ちゃうんだけど、私も大した準備もメイク直しもなく出れちゃう、私もバッて出れちゃう人です、男女予防、わっちょー、わっちょー、乱れました、13位さとしおんさん、あ、ごめんごめん、行きます、うん、味噌汁飲んだ、なになになに、味噌汁、私送ろうと思ったんだ、13位カズヒンさん、送ろうと思った、ちょっと味噌汁飲んだ、美味しかった、味噌汁飲んだ美味しかった、美味しかった、報告、うん、よかった、カホが味噌汁飲んだっていう報告大事、12位、あ、12位ムツキさん、ボンタカさん、11位ヒロシさん、カランボさん、10位クジチーさん、ニヘイテッペイさん、9位サクさん、号泣さん、8位ケイさん、ニコボーさん、7位、ユーモンさん、トンスケさん、6位チャッカリさん、ウミネコさん、5位タムヒロさん、ハブオさん、4位赤みじのターボーさん、すぐさん、3位ひよりげたさん、こんちゃんさん、2位とどまるさん、感謝の赤赤もりもりさん、1位リュウメさん1位リュウジさん、ありがとうございます、なんかさ、ひなのファンの方の名前ちょっと覚えてきた、聞き慣れてきたというか、ほんと、うん、私今日初めての人5人ぐらいいたぞ、なんかでもいつもの、あ、いつものひなの方だって、いや、ひな、いや、ゲームとか一緒だし、あの逆もしかりね、いろいろ一緒だったね、うん、ありがとうね、あ、このこれからの部に参加される方もよろしくね、よろしくお願いします、ということでまた、めっちゃ揺らしちゃった、ごめん、またね、バイバーイ、また多分またすると思います、またねー。